小笛事件は、1926年に、京都府京都市で発生した4女性の変死事件である。6月30日、京都市北白川に住む平松小笛の自宅で、小笛とその娘、そして小笛が預かっていた知人の娘2人が、死亡しているのが発見された。現場の様子は、小笛が3人を巻き込んで心中を遂げたもののように、思われたが、小笛の遺体には、 作工が2条あるなど、他殺を疑わせる所見もあった。最初に行われた法医鑑定の結果では、小笛の死因が自殺を偽装した他殺とされたため、当局は、小笛の愛人であった、広川城太郎を検挙した。しかし、京都地裁で開かれた一審では5人の鑑定人が提出した再鑑定結果が、小笛の死因について、自殺説と、 他殺説の2杯に分裂した。結局、翌1927年12月12日に下された一審判決では、広川は証拠不十分により、無罪とされたが、検察側は控訴した。大阪控訴院での二審では、さらに二人の鑑定人による再々鑑定結果が提出されたが、これは両方とも、小笛の死因を自殺とするものであった。これを受けて、 検察側は、自ら広川の無罪を求める論告をなすという、異例の対応を行い、これによって、翌1928年12月5日、大阪構訴院は、再度の無罪判決を広川に、言い渡し、事件は終結した。判決から4年後の1932年には、推理作家の山本乃木太郎が事件を扱った、ノンフィクション小説を書いたことでも知られる。 平松小笛と、広川上太郎1926年当時、京都府京都市上京区の北白川西町に、平松小笛という47歳の女が住んでいた。小笛は、17歳になる幼女の A と二人で、京都帝国大学の学部からほど近い長屋に、暮らしていた。その一方で小笛には、兵庫県神戸市の信託会社に勤務する。 広川上太郎という当時27歳の愛人がいた。小笛は数年前まで出町流で下宿屋を営んでおり、兄弟生であった広川はそこに下宿するうち、小笛と関係を持つようになった。やがて小笛は経営難から下宿屋を畳むなど困窮するようになったが、一方で広川も大学卒業後も小笛との愛人関係を生産できないままでいた。加えて、 同時期には、広川は、小笛のみならず娘の A とも関係を持つようになっており、これに対し小笛は、広川に A と結婚するよう迫った。しかし広川には結婚の意思なども応答なく、小笛に金を支払って済ますのみであった。経済的に行き詰まり、頼れる経緯もなく、さらには、A が心臓弁膜症で長くは生きられないとの診断も受けたため、 追い詰められた小笛は周囲に心中の意志を漏らすようになっていた。小笛の遺体の外観6月27日、小笛と A は出町流の知人宅を訪れ、その家の二人の娘を預かっていった。しかし、その後数日経っても小笛らが姿を見せないことを不審に思った知人は、同月30日に巡査に頼んで小笛宅の鍵を開け、屋内を確かめることにした。 そしてそこには、寝床の中で手拭いで考察されている二人の娘と、ええ、そして、鴨もからへこ帯で首を吊っている小笛の四人の遺体があった。現場には外部からの出入りの痕跡はなく、遺体の様子は一見して、小笛が知人の娘たちを巻き込んで、母子心中を図ったもののように思われた。だが、直後に余震判事が行った現場検証では、小の遺体には、 作工が2畳ある点や、両足が床につくほどに、へこ帯の位置が低い点など、自殺としては、不自然に思われる部分が発見された。余震判事は、遺体をさらに詳しく調査するため、現場検証にも立ち会った、兄弟医学部法医学教室教授の小南、又一郎に、遺体の法医解剖を命じた。そして、小南は、小笛の遺体について、 次のような鑑定結果を7月12日に提出している。すなわち、小笛の頸部に認められる二条の錯誤は、上部の溝には皮下出血が全くなく、下部の溝には明らかな皮下出血がある。これを説明する死亡の記事はいくつかあるが、との矛盾もあり、つまりは何者かが溝の位置で小笛を考察し、その後遺体をかもいえぶら下げて、 自殺を偽装したとの仮説が最も合理的であるというものであった。そして、小笛の手足から発見された痣も襲われた小笛が抵抗した痕跡と見ることができるとした。遺体の不自然さの他にも当局の疑念を深めたのは現場から発見された小笛の遺書の一通であった。隣人、さんに頼む、ある品物はお寺にあげてください、実施、には、 橋もやらないでください。広川さん会生きてはそうはませんで、二人が死んでしまいます。隣人、三に、大島一重ともんちり面トを三枚あげます。ええ、がかわいが、丸田町に、この子は私のためにはならないと、言われたので、何にも楽しみはない。そいで広川さんと、二人で死にます子笛、ジオ太郎死ぬ言うて嘘言うたらいかぬよ。ええ。 はあなたが殺すのですね私は先に死にます。ええ、お頼む、隣人、さんに頼む。ある品物はお寺にあげてください。実施、には、箸もやらないでください。広川さんが生きては添わせませんで、二人が死んでしまいます。隣人、さんに、大島一重と、モメンチリメントを三枚あげます。ええ、が可愛いいが、丸田町に、この子は、 私のためにはならないと言われたので何にも楽しみはない。そいで、広川さんと二人で死にます。小笛、上太郎死ぬ言うて嘘言うたらいかぬよ。ええ、は、あなたが殺すのですね。私は先に死にます。ええ、を頼む。この遺書に押された広川の印、そしてええ、は、あなたが殺すのですね、との文言から、当局は広川が、 偽装心中の末に4人を殺害したとの見方を取った。一方、小笛の愛人である広川の存在は、事件当日には、マスコミの知るところとなっていた。そして、神戸の自宅を直接取材に訪れた記者から小笛らの死を聞かされた広川は、すぐさま自宅を出て、記者で、京都へ立った。この時、広川は車中で、上司や親族へ当てて、 小生の不意さをよりついに2名の人名を縮め陳謝の字なし、従来の恩義深く、シャスといった内容の遺書を書くという行動に出ている。記者は、翌7月1日の深夜0時37分に、京都駅へ着いたが、下車した広川は待ち構えていた刑事らにその場で、拘束され、そのまま下鴨署へと連行された。殺害された2時の霊前に座す両親下鴨署での、 調べに対して、広川は、4人が、最後に目撃された日である6月27日に、自分が、小笛宅に泊まっていたことを認めた。しかし、自分は、同日に4人と食事をとった後、28日の朝5時30分頃に、小笛宅を出てそのまま会社へ出ただけである、と主張した。現場の遺書については、鉛筆も用紙も印も全て自分のものであると、 認めたが、印は、上着のポケットに入れておいたものを勝手に使われたのだと、主張した。記者の中で遺書を書いたのも、発作的な行動に過ぎなかった、と述べた。しかし、広川が、小笛宅を出る際に通ったと主張する裏口には、外側から、鍵がかけられていた。また、小美神の鑑定では4人は、食後7、8時間で殺害されたとされるが、5人が27日に、 夕食を取ったのは19時頃であり、広川が小笛宅を出たと主張する時刻には4人はすでに死んでいることになるという矛盾もあった。一方で、広川は事件後の6月30日に小笛と2人の娘の親に挨拶の手紙を出しているが、これは単なる偽装工作と判断された。裁判所へ護送される広川に群がる、見物人たち広川は犯行を否認し続けたが、 7月13日に殺人罪で起訴された。余震は同月28日から開かれ、弁護人には広川と同じく兄弟出身の高山義蔵がついた。1927年3月8日の余震第6回になって、広川はそれまで19時としていた6月27日の夕食時刻を20時30分に変更すると申し立てた。しかし、 これは、小南官邸による死亡推定時刻と自身の出立の時刻との矛盾をごまかすための弁解と疑われた。一方で、広川の知人や上司は、事件後の広川に変わった点は何も見られなかった、と広川に有利な証言を行った。また、殺害された二児の両親すら報道に対し、広川さんは、私どもの考えではどうしても、 こんなことのできる人のようにも思えませんと語っている。だが予心判事はこれらを認めず、広川を殺人罪と自殺補助罪について後判に付す、と4月11日に決定した。一審行判は、事件発生からちょうど1年後となる1927年6月27日から、京都地裁で開始された。弁護側は、小笛の死因を多殺とした小南官邸について、 激しく争い、京大医学部講師の草刈俊一による意見書を提出するとともに、大阪医科大学教授の中田厚郎、東京帝国大学医学部教授の三田貞則、元京大医学部教授の岡本春松のさん、博士による再鑑定を裁判所に申請した。裁判所は、この要請を入れ、鑑定を辞退した岡本の代わりとして、 九州帝国大学医学部教授の高山正夫を加えた三博士に再鑑定を命じた。草刈りの提出した意見書は以下のような内容であった。すなわち、そもそも考察体の作工というものはほぼ胴体に、水平に首の周りを無駄なく囲んでいるのが定型であり、この時点で溝は考察根の定型ではない。 否定形的な考察根が形成される可能性はいくつかあるが、となり、考察根としてはいずれの仮説も成り立たない。このように草刈りは他殺説を真っ向から否定し、小笛は溝で首をくくり自殺したと結論付けた。これを否定する小南官邸の反論については、そもそも帯が溝まで滑ったならば二項の角度は違っていて当然であり、 また小南も認めているような遺体の腐敗の激しさから、すれば、二甲の間の皮膚に異常がないと断定はできない、と、さらに反論した。そして、そもそも柔らかい布では、作工から、生活反応が現れないことは、ままあり、皮下出血がない点をもって、溝が死後に形成されたと断定することもできない、と述べた。ついで8月12日、大阪医大教授の中田による、 鑑定結果が提出された。鑑定書では、中田は草刈りと同じく帯が溝から溝まで滑ったと仮定するならば、二項の角度は違っているのが当然であり、間の皮膚も布が吸った程度では異常が生じないこともある、として小南鑑定を否定した。また、小南が食後7、8時間とした死亡推定時刻も学術上適当ではあるが、 自身の経験からは、食後10時間以上経っていることも考えられる、とした。しかし、溝の形状について、中田は、経験から判断するに前頸部で帯を交差させながら、下方向へ締めたもののように思われるとし、後頸部の作行は浅い上に腐敗で紛れて、しまったのだとした。小笛の頭髪に、乱れがない点についても、交差体だからといって必ずしも頭髪が乱れるとは、限らない。 とした。そして、そもそも溝のように帯が首の中ほどで停止することは、引き解け結びを使用した場合にはあり得ても、本件のように両端を固定した帯を臨場に結ぶ方法では決して起こり得ない、と指摘した。以上の点から、中田は、小笛は考察された後に自殺隊を偽装されたものと結論した。ついで同月26日。 東大教授の三田による鑑定結果が提出された。三田は草刈りと同じく溝河川頸部のみに存在し、その角度も水平ではないことを指摘し、このように石根の定型を示す溝を考察根であるかのように扱う小南鑑定はサイロン吟味、するのよう、なしと一周した。三田は首吊り時の一般的な所見として、頸部圧迫により意識が喪失してしばらく後に、 全身の痙攣運動が発生することを挙げる。そして、小笛の体は両足が床につくほどに低い位置にあったことを指摘し、小笛は溝の位置で首を圧迫した際に意識を失い、その後死の痙攣により足が床を蹴り上げたため、帯が一時緩んで溝の位置まで移動したと推測した。二交換の皮膚に異常がないのも、帯が溝から溝まで 直接移動したため当然である、とした。そして、溝に見られる激しい皮下出血も、痙攣で、帯が緩んだ際に急激に首の圧迫が弱まったと、すれば説明がつく、とした。小身神が襲われた小笛の抵抗の後であるとした、手足のあざも、痙攣の際に、手足が周囲のものにぶつかって形成されたものに過ぎない、とした。以上のことから、 三田は小笛の死因を自殺と断定した。小笛の足元の状況を継いで9月19日、九大教授の鉱山による鑑定結果が提出された。高山は小笛の遺体の足元にあった火鉢とまな板に注目した。この火鉢は高さ約30センチメートルに過ぎず、加えて帯も床に足がつくような長さであるならば、 火鉢とまな板を踏み台にして飛び降りたにしては、溝の皮下出血が激しすぎると、高山は指摘した。また、遺体の姿勢に関しても、本件のように尻を突き出して、両膝を曲げつつ、片足は、つま先立ちし、さらに両足の間に、火鉢が来るという容態は、自殺の場合には決して起こり得ないものである、と主張した。加えて、高山は、 日本国外での医師体の研究例を引き、溝の位置に作工が生じる割合は、マシユカの研究では160例中1例、ベルリン法医学教室の研究では169例中9例と極めて稀であり、工場選手などを患っていない限り作工が、溝の位置を外れることもまずない、と述べた。以上のように鉱山は、小笛の自殺の可能性を否定し、中田と同様、 小笛は首に巻かれた帯を、下方向に引き結ばれて締め殺されたと鑑定した。五警部に作工が見られない点についても、中田鑑定と同様に、腐敗により消失したか、あるいは五警部に挟まったのが、ダボの部分であったため、頭髪に乱れが生じなかったのだとした。これら数々の鑑定の他にも、弁護側は医師の研究者である地元の警察医、 矢野春都氏による鑑定を裁判所へ申請している。裁判所はこの必要を認めなかったが、矢野は弁護側の依頼に基づき、11月17日に独自の鑑定書を提出した。矢野の鑑定では、小笛は踏み台に乗ったまま首を圧迫し、その場で意識を失い溝が生じたとされる。その後、全身の痙攣から小笛の体は踏み台から滑り落ち、 帯が上へ滑って、溝が形成されたとする。この推定ならば、二項の太さの違いや奇妙な一体の姿勢、そして足のあざなどの点にすべて説明がつく、と、矢野は主張した。矢野は、小笛の死因を自殺と断定し、小南、中田、高山官邸にはいずれも、科学的根拠がないと批判した。矢野官邸書による、医師の際の小笛の体制の変化。溝は、 図11の時点で、溝は図13の時点で形成されたとする。以上の多様な鑑定書が提出された後、検察側は同月19日に開かれた第3回後半において、検察側による論告休憩が行われた。検察側はまず、事件前日の夕食時刻について、広川が余震半ばまで一貫して19時頃であると述べていた、ものを、 小南官邸が出された後になって20時半頃と変更した不自然さを指摘した。6月30日に広川が小笛に出したとされる手紙についても、今までほとんど小笛に手紙など書かず、小笛が神戸に来ては困るので自分が京都に出向いている、と公言していたはずの広川が、皆さんをお誘いの上でお遊びに、おいでてくださいすまえご案内いたしますなどと書いている点からしても、 偽装工作であることは明らかとした。小笛の死因を自殺とした三田官邸については同月に旧大法医学教室で開かれた法医学会でこの問題が議論の対象となったが、誰一人として三田の主張に賛同する者はいなかったとしてその信頼性を否定した。そして小笛は共に上司するという広川の言葉を信じたが、ために、 ほとんど抵抗することなく殺害されたのである、とした。他の三人の犠牲者についても、やはり全員が広川によって殺害されたとした。A については、情景の遺書で小笛が広川に殺害を依頼している。反面、他の遺書には、荷物を取ってきて、A、えー、にやってくださいなどと、A への生存を念頭に置いた記述がある点を指摘した。検察側は、 後者こそ最後に書かれた小笛の本心であり、小笛には A を殺害する意思はなかったと主張した。そして A の寝床に散らばった広川の名刺が広川の犯行を指し示していると論告した。以上の論告に基づき検察側は、広川が小笛と上司を約束するに至った経緯には組むべき事情があるものの他の三人の殺害については何ら同情の余地はないとして、 広川に死刑を求刑した。検察側が2時間半にわたる論告を終えた後は、弁護側もやはり2時間以上にわたって、広川の無罪を求める論告を行った。小笛が自己中心的で、自己愛の強いヒステリー気質である、との評判は、周囲も同意するところであり、内気な A と広川は、小笛に支配される関係にあった。この点から、弁護側は、 小笛の A に対する愛情や、知人の娘たちへの可愛がりは、正常な形のものではなく、よって三人を殺害したのも、小笛当人に他ならない、と主張した。情景遺書の文面についても、意義を挟み、そもそも広川が、現場に居合わせたなら、死ぬ言うて嘘言うたらえかんるよ、以下の文言は、口で伝えればよく、遺書に書く必要もないと指摘した。また、 二人分の署名を両方とも、小笛が書いている点も疑問視し、そもそも広川が犯人であれば、明らかに自分が疑われるような遺書や名刺を現場に残しておくはずがない、と訴えた。法位鑑定の結果については、弁護側は、三田鑑定を全面的に指示した。高山鑑定については、未曾を考察婚と主張するのに、 警部の腐敗を持ち出しながら、二交換の作家根については腐敗の影響を無視している点、非可出血がないことを理由に曾を死後のものとしている点、文化や家屋の構造も異なる国外の意志例を判断材料としている点などを批判した。さらに、鉱山の推定する犯行用体では、犯人が小笛に馬乗りにならねばならず、これは、広川による、 食卓殺人という検察側の主張と矛盾すると反論した。中田官邸についても、帯の位置一点張りの他殺主張は、すでに、矢野官邸によって論破されていると批判した。死亡推定時刻についての手術の検討も、食物の消化時間に学問上の定説が未だない、ため無意味である、とした。一審判決言い渡しの際の広川審理が終了し、 き川か蔵寄贈寺裁判長以下の京都地裁刑事部は12月12日に判決に達した。主文被告人ハム罪判決に曰く、小笛の遺書に使用された用紙、筆記具、印、そして現場の名刺は、そのすべてが広川の自宅に保管されていたものであった。しかし小笛が広川の自宅に頻繁に出入りしていた事実を考えれば、小笛が広川を陥れるために、 それらを持ち出し、現場に残した可能性は排除できない。広川が4人の死亡時に現場にいたとする鑑定結果についても、各鑑定人はそれぞれ死亡推定時刻を正確に特定することが困難である旨認めているため、採用に足る根拠とはなり得ない。争点となった小笛の死因については、小南、中田、鉱山さん鑑定が多殺説を取るのに対し、 三た官邸が自殺説を取るが、三た官邸と他の三官邸の対立点はそれぞれ食い違い、他殺説を支持する要素は多々あるものの、自殺説を退りける確たる根拠もまた存在しない。以上の点から、本件は学会を代表する権威らが集結しながらも、小笛の他殺の可能性については、強い疑義を差し挟まざるを得ず、 被害者らの死因についても断定を下すことができないため証拠不十分につき被告人を無罪とすると判決は結論した大阪公訴院での公訴審は事件から2年近くが経過した1928年5月18日に公判が開始された同月26日には4度目の現場検証も行われ6月11日の第2回公判においては検察側から 遺体の再々鑑定申請が出された。これを受けて裁判所は、検証調書と小南鑑定書を資料として、長崎医科大学教授の浅田はじめ、そして東北帝国大学医学部教授の石川、鉄郎の両名に、遺体の再々鑑定を命じた。長崎医大教授の浅田による鑑定結果は、9月17日に提出された。その鑑定は、矢野鑑定と同様、 小笛が踏み台上で首を圧迫した際に溝が生じ、その後全身の痙攣によって体が踏み台からずり下がったところで溝が形成されたというものであった。手足のあざは痙攣の際にまないた、あるいはかもい付近の生じにぶつかって生じたものとされ、溝の皮下出血が激しい点も、見た鑑定と同じく急激に首が圧迫から解放されたためとした。また、 尻を突き出して、両ももを内転させ、肩を怒らせるという一見不自然に見える遺体の姿勢も多殺体の偽装では決して生じえず自死の証明であるとした。東北大教授の石川による鑑定結果は同月二十二日に提出された。そして石川もまた小笛が踏み台上で首を圧迫した際に溝が生じ、その後全身の痙攣によって体が 踏み台からずり下がったところで、溝が形成された、と死因を推測した。そして、小南鑑定が疑問とした溝の角度や二交換の、皮膚の問題も、上のような推定をなせば全て矛盾なく説明できると、した。溝の激しい皮下出血や手足のあざについても、浅田鑑定と同様の説明を加えた。この二つの鑑定結果を受けて、小笛の死因についての見解は、 他殺説と自殺説が3対3で寄稿することとなった。全国6大学の権威が集結した裁判に世間や学会の字幕が集まる中、検察側の論告休憩は11月30日に行われた。ところが、立会検事の角谷英二郎が言ったのは次のような論告であった。三田博士の鑑定はあまりに現状とかけ離れているが、ゆえに、 嘘心すべからざるものと信じ、当心において当職は進んで官定を申請したところ裁判所は入れられ、石川浅田漁師の官定となったのである。その後も当職の考えは以前と少しも変らなかったが、漁師の官定書を見るに及んでその考えが変つてきた。こういう官定書が出た以上、果たして両博士の官邸定と小南博士の官邸定のどちらを 信ずべきや、いずれがまみのるに近いか、疑いなきを得ないとともに小笛の死が自殺か他殺か、その謎も依然解けない。したがって被告に対する自殺法除罪の権威は、濃厚なるものがあるが、積極的証拠は薄弱である。ゆえに、疑わしきは、軽気によるべしとの刑法の原則によって、無罪の判決あるべきものと資料す。検察側論告より、検事控訴の事件で検事が、 無罪論国をなすという日本の司法史上かつてない事態であった。これについて弁護側は論国を辞退するとともに角谷の態度を称賛し、同日中に広川は大阪刑務所の未決官から解放された。記者の取材に対し広川は国家の裁判は正しい最初からこうした日の必ず来たることを確信していましたと語り、 演習の壁に染み込む祈りかなと一句読んだ。そして、5日後の12月5日、渡辺遺蔵裁判長以下の大阪公訴院、第三刑事部は、証拠不十分につき、広川に、無罪判決を言い渡した。広川の無罪判決後、小南は、取材に対して、私は、世間から大変誤解されているが、私はまだかつて広川が犯人だと言ったことはない。 小笛が殺されたにしたところで、広川が犯人と決まらないと弁解した。これについて、早くから小笛の自殺を主張していた医学者の田中、香織果ては、犯人の追求が法医学者の役割でないのは、当然で、今更になって小南が、このように発言するのは、カルコツのテレイン氏で、少子千万の差だ、小笛の死を他殺と鑑定した、法医学者は最高学府の受たる権威を自ら、 失墜し、かつ、法医学そのものの権威をも損失せしめたと批判した。三田はその後事件を解雇して、医師応対においての4点は決して忘れてはならない常識であり、この、金曜なる事実の全部を、多数の他殺論者は、あたかも申し合わしたるがごとく揃い紐もきつて、傍客したると強く批判した。そして、こののごときは、 法医学を学んだことのなき素人には、あるいは考えられることであるかもしれないが、大失態は、単に、これに止まらずさらにまたこれに劣らざる。大失態は、他殺論者は、医師の際に、劣式、痙攣の起こるということを爪の赤ほども考慮せざりし、ことこれであるとも述べている。あと2事件を分析した。 東大医学部教授の上野正吉は、小南官邸には傷に生活反応がない点をもって、死後の事象とするという完全な思い違いがある、と批判した。また、中田は後に自殺説について、日本人は医師の際に懸水と同時に、踏み台から降りることが多いので、踏み台の上で意識を喪失して、体が痙攣することはない、と反論している。これについても上野は、 確率を論ずるだけで実例には結びつかない無意味な論であると批判した。上野は多殺論者の理屈には法医学上許されがたい誤りがあるとしているが、犯人が息がなくならないように小笛の首を絞め、経攣が現れないうちに帯に吊り下げるという方法を取るならば本件の容体の場合でも多殺は可能であると論じてもいる。その後、小南が 事件について語ることはほとんどなかった。小南に対して投げかけられた主事の非難について、小南の文科生である中国管区警察学校講師の香川拓司は、その後に発刊せられた雑誌や書物のうちには、自殺説の学者が中略、本人の前では語り得ないような挑戦的な文句で、他殺論者を誹謗しているもの等があって心あるものの、 緊縮を招いていると嘆いている。広川の無罪確定から4年後の1932年7月6日から12月28日にかけて神戸新聞と京都日日新聞の市場において首の作功と題した連載小説が掲載された。作者の山本の義太郎は元裁判所書記官であり、窓、小坂町事件、長寿番など実在事件に取材した。 探偵小説の作家として知られていた。事件の弁護人であった高山と親しくしていた山本は高山から提供を受けた資料に基づいて事件の一部始終を書き、この連載は1936年に小笛事件と解題して単行本化もされた。この小説は連載当初から読者の好評を博し、同時代の作家たち森下嘘からは、 小説と記録の中間をルーテ、あくまでも事実を離れず、しかも、探偵小説以上の、あるいはいかなる探偵小説にも求めがたい、興味を覚えさしめる江戸川乱歩からは、正確なる専門的知識と、作者としての上層等を傾けてし下ろされたこの著作は、日本犯罪史の一つの文献として、長く保存さるべき性質のものであると評価された。一方で、高は、 全体的には、小笛事件を評価するものの、作者の非難が矢のもすると、小南博士に向けられ勝ちなのは、少し考えもの。厳正中立で冷静なるべき作者が、最初から矢の偏った意見を持っているとの批判も寄せている。後世の評価では、評論家の中島川太郎が、戦前の探偵小説としては、河河賀三郎の、長瀬倉事件と並ぶ収穫、編集者の戸川康信が、 戦前随一と言っていいノンフィクションノベルの傑作と高評価を与える。歴史家の細川良一は、島田総治、秋吉事件や佐野真一、東電 OL 殺人事件の戦前における優れた戦勝として記憶されるべき作品と評価している。また、かつて山本に資料を提供する側であった高山は、後の回顧録では、小笛事件について、 最も事実に忠実で良心的に調べられていると評価し、回顧録の資料として全面的に依拠するまでに至っている。その一方で評論家の山下武氏は、小笛事件には重要な疑問、すなわち、なぜ小笛は知人の娘たちまでも道連れにしたのかという謎についての回答がないと指摘する。山本は作品中で高山弁護人は動機を突き止めたが、 同義的理由から公害しなかったと説明するが、山下は、山本のこの説明は、探偵小説の否定であり、甚だしく、読者を苦労するもの、と批判した。さらに、そもそも、カタカナしか書けないような小笛が、書くまで謎多き事件の黒幕であるとは信じがたいとも、指摘した。さらに山下は、小笛事件執筆後の山本が、ドキュメンタリー小説から離れて、 初期の幻想文学路線にへ回帰していったことを指摘する。山本の関心は当初から不自然な謎解きパズルに過ぎない探偵小説などにはなくありふれた日常に待ち受ける感性という生の神秘的暗黒面にあったと山下は述べる。そして極中の広川についての心理描写が何話説のように感傷的なのも山本が書こうとしたのが大行な 岩屈を敵裁判劇に過ぎなかったためである、と山下は批判した。しかし以上のような山下の批判について、細川は山下の唱えるものは事実上の広川犯人説であり、さらに山下が何は説と揶揄した広川の心理描写も、その表現は広川自身の手記に基づくものであって、山本の創作ではない、と反論している。そして細川は、 山下による小笛事件批判は自身の調査不足を棚に上げたい,言いがかりに過ぎないと強く批判している。ありがとうございます。